19世紀に描かれた肖像画マルティン・バルトゼ・ゼミュラーはドイツの地理学者。1507年にマティアス・リングマンと共に表した冊子、宇宙史入門においてフィレンツェ人の探検家、アメリコ・ベスプッチにちなんだアメリカという名を初めて用いた人物である。フライブルク・イム・ブライスガウ近郊のボルフェンバイラーで肉屋の息子として生まれ、フライブルク大学で学んだ。 ここで、エルザス出身のリングマンと知り合っている。大学を卒業後、ロートリンゲン広告のザンクト・ディーデルで、天文学の教授職に就く傍ら、ラテン語の教授となったリングマンと共に、地図学を教えることもあった。1520年に、ザンクト・ディーデルにて没した。1507年生、地図1520年生、地図1507年4月25日、彼は、 リングマンと共に2種類の全体的な世界地図を作成し、それらの中でアメリカという名を初めて用いた。一つ目の地図は球状の世界地図の展開図であり、購入者が裁断して適切な球体に貼り付けて使用することを目的とされていた。もう一つの地図は12枚に分割されていて、機体に入れて掲示するための巨大な世界地図である。それらの地図に、 地図学についての入門書である宇宙史入門が添付されて出版された。その冊子にはラテン語に翻訳されたベスプッチの公開の手記が含まれているが、歴史家の中にはこの手記はイタリアの友人に当てる書簡の形を取った議書であると考えているものもある。この冊子に新大陸を発見者であるアメリゴからアメリカと故障することにしたという説明がある。以下は その引用である。アブアメリコ・インビン・ア・クアジ・アマリシテロム・サイブ・アメリカム1513年、アメリカ発見と命名における、ベスプッチの役割が過大評価されていると抗議を受けたためか、あるいは単に北米に相当する地域の発見を期待してか、バルト・ゼー・ミューラーは、アメリカという命名について再考したようである。そして、彼は改訂した地図の中で、この大陸を、 単に、ラテン語で、未知の土地と表記するに止めた。しかしこの改定にもかかわらず、アメリカと記述された2枚組の世界地図はすでに全部が流通しており、この新大陸はアメリカとして知られるようになった。一部の書類で、北アメリカはインド諸国と記され続けたが、徐々にアメリカという呼称に統一された。この壁掛け用の世界地図は長い間失われていたが、 1901年に、ヨーゼフ・フィッシャーによって、南ドイツにある城からコピーが発見された。それは現存する唯一のコピーであり、アメリカ議会図書館によって2001年に購入が提案され、2003年に正式に買い取られた。球場の世界地図は4部が、祭壇前の形で現存しており、そのうちの一部が、アメリカ大陸側にあり、ミネソタ大学ツインシティ校の図書館に、 収蔵されている。ありがとうございます。